バオリックスバファロー、バファロー、バファロー、イェイイェイイェイ。まあまあいい感じですね。結構覚えてる。ありがとうございます、ありがとうございます。今日ね、あのこの2人にね、ユニフォームをね、あの、着てもらってるんですが、はい。今、はい、今絶好調のオリックスバファローズの、はい、特集をね、やっていきましょう。はい、リンデマンね、初めてですね。そうですね、基本阪神ファンなんで。はいはいはい、そうなんや。そうなんですよ、オリックスは全然知らないですね。はい、じゃあね、阪神しか知らないリンデマンにもね、あのオリックスについてね、ちょっとでも知っていただこうかなと思いましてね、はい、やっぱ野球ファンやからね、はい、うん、ちょっと知るだけでも面白いと思います。そうですね。はい、まあいろいろオリックスについて語っていきたいと思います。そうですね、まあ今現時点ですね、オリックス、今4月のもう今日23日ですね、日曜日、はい、はい、もうね、今日の試合もね、7対5でオリックスが勝ちました。これで勝ってね、今現時点ではあの5連勝、はい、オールスター含めてなんですけど、5連勝しましてね、はい、今単独1位です、パ・リーグ。まあロッテが、今まだソフトバンクまだ試合やってるんですよ、うん、まだ3対3の同点で、これでロッテが、まあ、勝つか負けるか引き分けでまたゲーム差が開くんですよ、うん、もしロッテが負けてしまうと、あの 4.5 ゲーム差まで開けます、オリックスと、はいはい、まあ、ロッテが負ければいいですよね。そうです、はい、まあ、僕からしたらロッテが負けてほしいって感じです。え、マジックはいつつく？マジックはまだまだもうちょっとかかりますね。でも去年はちょっと変わった感じで、ソフトバンクはあのマジックついてたんですよ、うん、その優勝直前まではね、オリックスはマジックがついてなかったんですよ、うん、で1、2塁ずっと争ってて、で最後まあ、10月ですね、2日の試合でオリックスは楽天と試合は宮城でやってまして、でソフトバンクはロッテと千葉で試合してまして、でもしソフトバンクが負けてオリックスが勝てば優勝という試合がその日にあったんですよ、はい、その時はまだソフトバンクが現時点では1位やったんですよ、うん、でオリックスが2位で、でその試合でもう決着が決まるわけなんですよ。オリックスが勝ったんですよ、その日、はいはいはい、オリックスが勝って、でソフトバンクはまだ試合を取ったんですよ、うん、でそう、ソフトバンク取ってまだ試合してまして、でロッテが多分逆転ホームランが出たのかな、うんうん、ね、あの9回2アウトであの柳田選手ってようなんですけど、うん、でセンターフライでアウトになりまして、オリックスの優勝が決まるという、決まる、はい、はい、うん、決まるという試合 で、 最 後, の 最, 後で、ね、最後の最後でひっくり返っていう、はい、優勝したという、うん、それでパ・リーグ2連覇です。で今もね、もう今チームの状況も今絶好調なんでね、はい、3年連続優勝、そうですよ、3年連続優勝したらすごいですよ、こんな、なあ、すごいよな。そうですよ、僕が初め最初応援した時なんか、うん、万年も4位、5位、6位のどっかでしたからね、うん、全然強くなかったんですよ。すっかり強豪やわ。そうですよ、今ほんまに怖いですよ、ほんまに。まあピッチャー陣はね、汗もね、ピッチャーすごいんですよ今、まあ、まずもうもちろんあのもう日本代表するエース山本由伸という、うん、はい、投手がいましてね。でもう一人あの今今年開幕戦で投げたまだ2年目のピッチャーなんで3年目のピッチャーなんですけど、うん、あの山下俊平太というピッチ、はい、身長190センチのピッチャーで、俊平太、俊平太という名前で、そうで、あだ名ペータって呼ばれてるんです、ね、いやそのピッチャーすごいんですよ、ほんまに、うん、球も速くて、でも変化球が確かね、スライダーとカーブしかないんですよ多分、うん、ストレート含めて3種類しか変化球、うん、まあストレート含めて3つしかないんですよ、はい、3つしか持ってないんですけど、でもそれでもういろんなバッター打ち取って、そう、うん、三振いっぱい取ったりチームにもう貢献してるんですよ、めっちゃ、はい、そうなんですよ。まあ今パリーグのまあね成績なんですけど、まあほぼほぼやっぱりね山本由伸がね結構、うん、あの、うん、防御率、三振の数、で勝利数とね、うん、もう全部1位です今。多分噂によるとね、やっぱ来年アメリカに行くんじゃないかと言って。そうよな、俺も昨シーズン限りでアメリカがどっか抜かれるのかな、うん、そう、やっぱもうあのアメリカのスカウト陣もみんなもうやっぱ視察に来てますからね。だからもう来年怖いなってすっげー思いますね。まあ、まあ3人とも1995年生まれなんですよ、まあ、95年選手ですね。まあオリックスにですね5人おるんですよね。はい。95年生まれ。はい。4人。すみません。4人います。はい。はい、まずあの今僕ユニフォーム着てるこの森友哉選手。今年からあの、うん、去年まで埼玉西武ライオンでおった選手なんですけど。はい。ああちょっとやんちゃやつ、ね。そう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 、ヤンキーな底柄の、
そう、兄ちゃんね、キャッチャーでやってるんですよね。高校服のやつね。そうそうそう、よくご存じで、よくそういうとこはしてますね。ヤフーニュースで出てます。あ、出てましたか。はい。その森友選手が今年からオリックスに加入されましたね。はい、今でももうユニフォーム着て応援させてもらってるぐらい好きなんですけどね。はい。ちょっと今、怪我で離脱中で、今いてないんですけどね。離脱中なんですよ、今。本当ですね。あとキャッチャーの日本ハムから移籍した石川遼選手というキャッチャーの選手と、で今日もあの、うん、昨日あのサヨナラホームランを打って、で今日もタイムリーと、いや若月健也選手という選手もいるんですよね、うん、はあ、あとあの今日8回にあの投げてて山岡大輔というピッチャーですね、うん、そうそう、あのピッチャーももう95年生まれ、はい、もう同世代が頑張ってるわけですね。同世代が頑張ってるんですよ、オリックスは。特にすごいですよ、大活躍してくれてるんでね、もうほんまにチームに欠かせない存在なんですよね今。はい、はい。で最近あの今大活躍し、トングユーマという選手がいるんですよね。すごい名前、トングー、トングーという、そう、え、日本の人？あ、日本の人です、岡山の人です。え、どう書くの？トングー、トングー漢字？あのトン、あの道頓堀のトンで言ったらいいんかな。ああ、こういう、そうそうそう、中東兵のトンみたいな。そう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 、だからあの球場であのウグイス嬢のお姉さん、たまにトングーとか言って、トングーとか、あの発音がなんか結構バラバラなんですよ。なるほどな、一人で変わっちゃうか。そう、変わっちゃうんですよね。でたまにね、あの面白い応援スタイルしてる人って、前僕観戦しに行った時に、あの僕の隣におった兄ちゃんが、あの焼肉で使うあのトングあるじゃないですかあれをトングって言って、もちろん応援してるやつやばいなこいつ思って、要はそんな発想考えたの思いながらそうで、そのトング持って、あのちゃんとキーホルダーもちゃんとトングのあのユニフォームついたあのキーホルダーつけてちゃんと応援してた、ちゃんとしてるな、ちゃんとしてるんです、面白い人女思いながら、そこは感心しましたね。あとそうですね、あの WBC 皆さんご覧になられましたか？はい、ワールドベースボール、そうです、そうです、あれでですね、あのオリックスの選手もね4人出てたんですよ。山崎総一郎という、あのまああだ名があのスイタの主婦という呼ば、あのニックネームがあるんですよ。はい、でもその人スイタには住んでないです、はい、そういうあだ名がついただけです。はい、んと、あのあと宇田川優希選手っていうピッチャーがいるんですよ、はいはいはい、あのすごい見た目外国人やって思うぐらいな、でも日本の方なんですよ。アメリカで投げてましたね。投げてたでしょ。そう、たんま速いんですよめっちゃ、はい、でフォークとかバリ落ちるんですよ。ショート動画でも多分ご覧になってた、あの宮城博也投手ですね。はい、はいはい、ね、宮城投手ね。とあと、あと先言いました、あの日本代表するピッチャー山本由伸の4人が出てたんですね、はい、みんなあのピッチャーですね4人。あ、そうか、4人ともみんなピッチャーです。まあでもあの方言ったら、あの吉田正尚選手が出てましたからね、うん、あの、うん、あのメジャーまだ入る前のね。そう、今メジャー行ってる日本人は何人おんの？今何人おんねやろうな。でも10人ぐらいはおると思うよ。うん、うん、ダルビッシュがおって、菊池まあ優勢ね、そうそうそう、俺広島の菊池ちゃんと呼びちゃいましたけどそうです、菊池優勢ですね。はい、で前健、前田健太と、で筒香、筒香でしたもん。筒香選手ね、あんまり活躍できたり、もしかしたら来年 DeNA に帰ってくるんじゃないかとっていう噂も出てますけどね、うんうん、で、あの去年あの阪神から移籍した藤浪晋太郎選手、はいはいはい、移籍したね最近。そうですよ、昨日か一昨日かトレード発表されてて ね、うん、ね、あのオリオーズでしたっけね、なんか、うん、あの強豪なチームにトレードで行ったんですよ、はい、それで活躍するんかなってめっちゃ思いますね。そう、あと千賀、あ、そうですね、千賀、ソフトバンクの去年までね、あのもうエース級のピッチャーだったそうですね。鈴木誠也言うたっけ、うん、鈴木誠也言いましたよ。大谷翔平、大谷翔平ですね、もう間違いなく、うん、あれはもうズバ抜けすごすぎます。大谷はすごいっすね。なんて今向こうじゃ、はい、グレートオブオールタイムゴートって言われてるからな。ほう、あれ、知らなかった？僕正直あまり、リンでも知らなかったの？ね、ウエストタイムゴート、うん、誰なんで？なんかそういう人おるんかな、またグレートオブオールタイム、ほう、グレートオブオールタイム、史上最高の選手みたいな、うん、で、ゴートってヤギって言うね、うんうんうん、そうそう、はいはいはい、すごいですよね、オリックスほんまに。大谷選手すごいですよ、ほんまに引き出さないでくださいね引き出さないでください拾わないでください間違えたな。いやでもみんな MVP あの大谷大谷って言ってますけど、僕的には絶対吉田正尚選手だ、まあ、間違いないでしょうね。ねえ、ホームランも打って ね、あのチャンスの場面でね、タイムリーもいっぱい打ってましたし、ね、あそこで吉田が打たなければ、そうですよ、1位になってないです、決勝行ってないですから、ね、決勝行ってないですよ、あれ準決勝だね、あれね、そうですよ、あれ
あれすごかった。絶対負けろ思ってたけどね。ねえ、ほんまに。あの時はまあ、マサタが絶好調でしたからね、あの時、うん、いや、大谷は感謝してほしいけど、大谷もそら感謝してますよ。大谷には感謝してもらう。大谷さんもすごいですけど、ね、吉田様にも感謝してもらわないとね。あとはね、あの杉本裕太郎というあのあだ名がラオウというんですけど、はい、あの登場曲をちゃんとあの北斗の拳の登場曲を流れます。そう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 、あれ流れ出ますしね。で、ちゃんと応援歌もね、最初始まる時にね、あのラオウ、ラオウって言って応援歌始まるんですよ。あ、そうそうそう、応援歌もね、もう面白いんです、オリックス。うわ、そうで、オリックスはね、あと応援歌がかなり難しいと言われてます、他球団のファンから。あ、そうなん、多分12球団難しいと言われてますだ、難しいですけど、覚える楽しさがありますよって応援団の人が言ってますわ。ベルが覚えてんの？覚えてますよ。あ、はい、面白いですよ、オリックスの辺が。あと、そうですね、あの、あとバファローズとしては、そうです、あの今年から、前も言ったかもしれない、あのスポンサーがあのニューエラの帽子やったんですね。ああ、かぶってたね。まあ、前かぶってたでしょうね、うん、そうそうそう、ニューエラなんてなんかかっこいいですね、やっぱりね。うん、うん、まあ、ブランド力あるからな。そうですね、うん、もうオリックスもね、スポンサーにも力入れてるなってすごいんですよ。はい、ヨハナ人気球団になりましたね、ほんまに、ね、今だってあの市内走ってバスでも走ってるもん今、うん、そう、あの選手 の, あの乗ったバスってあるじゃないですか。あの中島監督が胴上げされてるボスもあるんですよ、ラッピングされた。うーん、大阪駅行ったら多分見れますよ、多分。あ、そうなん、大阪駅とかの弁天町とか大正のね、はい、京セラドーム付近とか歩いてるら見れると思うんでね、あの見たことない人はね、まあ一回見てください。はい、はい、以上ですか。で、あと締めようとしてる、締めようとするな、締めようとすんな、お前、ね、もう早く帰りたいから言ってもあかんねん、お前オリックス、そうだよね。さあ、あとはもうそうですね。じゃあ、オリックスはね、結構面白いタオルが今多いんですよ。そうなんですか。そうですよ。まずこれですね。決めたれ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 、あの、チャンスの場面でね、そう、あの、いい場面でね、もうこれ、あ、そう、メッセージ付きのタオルですね、うん、そう、こういうの売ってるんですよ。はい、次。はい、ほんまにむちゃくちゃですな、ほんまに。いきましょうか、もう次ね。はい、じゃじゃーん、じゃじゃーん、だって最後に勝つのは俺たちや。あ、俺とオリをかけてね。そうです、そうです、俺たちや。そうです、俺たちや。はい、でもこれあの非売品なんです、これ。あ、そうなんや。球場であの前売りのチケット行ったらあのもらえる。あ、特典ですか。そうなんですよ、これ特典なんですよ、あれ販売はしてないよ。そうなんです、これ販売してないんですよ。その日に行ったらもらえるという、はあ、やつなんですよ、これ、うん、たまにあのラッキーセブンとかでこれ掲げてたら打つ時ありますからね、あの目立つんで、これ、はい、決めたりとかも結構目立ちますけどね、はい、うん、そうです、そうです、はい、あ、まあ面白いメッセージのタオルがあるんでね、はい、はい、もうカメラに抜かれて嬉しいからね。そうですよ、これ嬉しいですよ、うん、僕も結構ね、あのタオル掲げてカメラが、あ、映ってた、俺映ってたってよくやったりするんで。抜かれたらするんや。すいませんよ、はい、あ、結構前の方とかそうだった。いや、そういう時はさ、さっきスマイキーって好きとかなんかやん。ああ、恥ずかしいなラッキーセブンだけあれ映ってたら俺どんな思いを、あのファンからしたらさオリックスのファンの人からしたらさこいつおかしいやんって。そうや、ベラキーの方スマイキーって書いてないから。そうや、俺スマイキーって書いて分かれへんやん逆にな。前でもベラキーですやんな。お前であれベラキーですよ。ベラキーから嫌で終わるからな。そうや、ただ恥ずかしいスマイキー書いてからさ。まあベラキーからあれか、うん、飛べるか、うん、ビロ聞いて検索する。はいはい、あ、ごめんなさい、話あ、達成しましたね。達成しちゃいましたはい、まあ、あとはこういう選手の名前入りのタオルですね、あの森友哉選手めっちゃ好きやん。はい、はい、めっちゃ好きですね。もうやっぱ95年生まれなんで、ね、もうホームランバッターやしね、はい、もうキャッチャーももういい、すごいあのね、キャッチングもいいんで、はい、いい選手ですね。あ、ビンデマンってあれやな、あの宗佑磨選手にめっちゃ似てるわ。似てんのか。めっちゃ似てる。ちょっとまあまあまあ、雰囲気はな、雰囲気、ジャンルというか、どこへ？そう、叩くようなやつじゃない。失礼やか。失礼やか。ヒゲ生やしてたらな、まあ似てるかもしれない。ヒゲ生やしたら似てる。似てるわ、もうんちゃん。オリックスファンの方どう思うか、コメントください。うん。宗佑磨選手、ちょっと似てると思います。うん、意外とイケメンやな。イケメンやろ。
な、うん、めっちゃパーマ当ててるで、いつも。さっきから鼻につくこと言いすぎて、意外とイケメンやなとか。どこが似てんの、どこが似てんの、ちょっと見てみたら鼻についてるで。うん、ね、食いつきましたね。そう、めっちゃ守備うまいですよ。はい、あ、そうだよ、ありがとう。めっちゃ守備うまいですよ。そう、うまい、うまい。普段サード守ってるんですよ。あ、そうなの。元々は外野手やったんですけど、外野手じゃ前子いけへんから、あのサードに、そう、あのサードの練習してサードにコンパクトされたんですよ。うん、でサードの守備になってからめっちゃくちゃ邪魔だったんですよ。肩が強いから、うん、あの一塁までの送球かなり速いんですよ。なるほどね。そうそうそう、かなり守備うまいです、うん。だから今ね、確かね、2年連続でゴールデンクラブという、あのもうサードだけ、まあサードだけじゃおかしいですけど、そのまあ野球の全部の、あのレフト、ライト、レイセンターという全部あるじゃないですか、守備位置ね、うん、それの代表する一人の中でもそのサードの部門で選ばれてるんです。うん、そうそうそう、だからサード代表なんや。そうです、パ・リーグのサード代表はその宗広選手です。はい、今年も優勝してほしいです、マジで思います。はい、でもね、結構選手でね、怪我とかしたらやっぱり離脱していったら、やっぱチームの状況もね、やっぱりね変わってくるんで、ね、そうですそうです、それが怖いとこですね。サッカーもそうですよね。そうやね、うん、やっぱりね、うん、あのやっぱり有名な人がやっぱり怪我するとね、うん、痛いでしょ、やっぱり。そうや、主力、そう、お金ないクラブはな、うん、レギュラー一人でも抜けちゃうと全然変わるから、ね、痛いでしょ、うん、特にめっちゃ上手い人がね、離脱とかしたら、うん、ね、チームの状況も変わってもらう。そう、ね、まあでも怪我しないのも才能やからな。そうやね、まあ、ね、うん、そうやね、サッカーと野球もね、似てるとか似てますからね、はい、うん、うん、野球選手、野球の場合はあのちゃんと監督もコーチもみんなユニフォーム着てるじゃないですか。ああ、そうそう。サッカーはなんであのスーツなんですか。いや、逆に野球はなんで着てるんかな。逆やろ。せやね、確かに。そう、選手じゃないのにプレーせえへん。監督はあれちゃうかな、あのチームやっぱ一丸となってやっぱりね、うん、グラウンドにやっぱりね、あの練習してる、練習もやっぱり監督たち伝わってるから。アメリカ人ってそんな球かねえ。アメリカもそうやんな。うん、みんな、もうメジャーもみんな。アメリカ人そんな球じゃなくない、うん、うん。でもサッカーってなんでなのかなって思うねんけど。いや、サッカーはだってプレーせへんからさ。あ、せへんね。練習とかも全然参加せへんね。監督とかも。まあ、練習はまあ、うん、する人はまあトレーニングウェア着てやるけど。あ、はいはいはい。まあ、うん、まあ、ほぼ自由やから。うん。そう。はいはい、機能性高いスーツの人もおるし、うん、全身スーツ、PC の人もおるし。はいはいはい。試合中は。うん、なるほどね。そこがなんかね、うん、違うなっていうのがね、うん、思いますね。分かりますね。はい、そうですね、うん、はい、どん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 強くなっていってもらいましょう。まあ、とにかく優勝してもらいたいところですね。はい、はい、じゃあリンデマンから一言お願いいたします。急やな。まあオリックスはね、はい、まあ僕はあんまり知らないですけど、はい、まあでも一緒のね、関西の、うん、まあ、チームとして、うん、まあ、応援してるところもありますし、はい、まあ、ベロキの情報から、ね、うん、興味湧くところもあるんで、はい、ちょっとオリックスも一緒にちょっと、ね、うん、ね、応援していこうと思います。はい、ありがとうございます。いいですね。コメントがなんか今日はいいですね。絶好調ですね。冴えてるでしょ。冴え渡ってますね。うん、俺さっきからカミカミやからね。思った。うん、今日はワンテリーテバンドの注文を受け継いでるみたいに今日は。あ、帰れませんね、今日。うん、そうですね。はい、みんなで応援していきましょう。応援しましょう。はい。はい。じゃあまた次の動画で。はい、お会いしましょう。はい。オリックスの皆さん、チャンネル登録お願いします。絶対にお願いします。お願いします。また優勝した時もやるからね。はい。イエーイ。はい、3人で応援しに行くかもしれませんので。見ろよ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 。オリホー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 。スマキーのパウルと違うよ違うよ違うよ、パウルが早いから。あ、もう一生懸命すぎて気づけないもん。あんたパウル、一生懸命すぎて気づけないもん。あんたパウル言うたな。リンデマン言うかな思ったけど。はい、スマキーのリンデマンとパウルちゃん。もうわかんてもうパウルちゃん。もうわかんてもうわー、欲しがりやな。もう一回もう一回もう一回。はい、スマイピーのリンデマンとベロキとパウルです。はい、おい、危ないぞ。お前、おかしくなってたわ。おかしくなりますね。合ってるよな、合ってるよな。俺パウルやな。一緒合ってるよな。、はい。
以上、スマイキーのリンダマとベロキと、パウエルです。はい、パウエルです。はい、わ、はいはい、かりました。はい、思いました。